私は子供の頃すごく太っていた。家族全員デブだった。食事は毎回苦しくなるまで食べる。常に家にお菓子があって完食し放題。空腹にならなくても満腹じゃなくなったら何か食べていた。週4、5回は外食で、安いビュッフェやファミレスで大量に注文していた。例えばファミリーレストランに行くと、スープ、ドリア、ハンバーグ、デザートで1人前、さらにピザを頼んでみんなで分けたりしていた。家で母が作る時もパスタや揚げ物ばっかりで、野菜はほぼゼロだった。もちろん量はかなり多い。父の収入はそこそこ良かったが、エンゲル係数が異様に高く、食以外にはお金をかけなかった。当然のごとく私も姉も妹もデブになった。他人の食べ物を奪ったりはしなかったが、かなり食い意地は張っていて、小遣いはすべてお菓子に費やした。そんなサラブレッドデブな私に転機が訪れた。小学5年生のある日、近所の Y ちゃんと登校していた時、私、昨日 Y ちゃん誕生日やったんや、ケーキとか食べた？ Y ちゃん、食べてない。ご飯も普通に野菜炒めやったよ。私、誕生日やのに。自分にとって誕生日ケーキ&ごちそうの日だったので、かなり衝撃だった。しかも野菜炒めなんて我が家では罰ゲームメニューだった。 Y ちゃん、本当はケーキ買って家で焼肉する予定やったけど、妹が雑貨屋で買い物するのに時間かかって店閉まってしまってん。さらに衝撃。もし我が家で同じことが起きていたら、収拾がつかないほどの姉妹喧嘩になっている。 Y ちゃん、でも妹は私のプレゼント買うのに時間かけてくれたんやし、焼肉とケーキは今度する約束やからいいねん。3度目の一番きつい衝撃だった。この瞬間、自分がいかんに卑しいみっともない人間かを自覚した。食べることしか考えず、ブクブク太ってニキビもできていて、服は入れば良いとしか思ってなかったから、ダサいブカブカのもので、髪は母に切ってもらっていたからボサボサで、目の前の可愛い服を着た髪の長い Y ちゃんと比較すると消えたくなった。それまでクラスの男子にデブとか豚とかからかわれても開き直っていたけど、急に恥ずかしくなった。とにかくこのままじゃダメだと思い、母に相談するも取り合ってくれなかった。なので保健室の先生に相談すると、適切な食事量や運動について教えてくれた。苦しくなるまで食べない、野菜を食べる、甘いお菓子やジュースばかり買わない、ゲームばかりしない、などなど当然のことが、それまで一切頭になかった。それから自分なりに頑張ってみた。外食では野菜をしっかり食べて量も減らす、間食はしない。家のご飯は幸い大皿料理ばっかりだったので、量の調節ができた。毎日家で縄跳びをしたり、友達とジョギングしたり。お小遣いは食べ物じゃなくて美容院で使い、ちゃんとした服も買ってもらった。中学生になるとバレー部に入り、中2になる頃には標準体型になった。どんどん痩せていく私を心配した両親に、何度か病院に連れて行かれた。完全な健康体だった。むしろ親が生活習慣病について説教されていた。妹が思春期になると自分も痩せたいと言い出したので全力でサポートした。2年かけて標準体型になった妹はびっくりするほど可愛くなった。姉は相変わらずだったけど、職場の健康診断でいろいろ引っかかったらしく、去年からダイエットをしている。久しぶりに会うと順調そうだ。両親は心配だけど、老後の資金は貯めてるし、子供たちに迷惑はかけないから好きにさせてほしいそうだ。